このランニングシューズ FT536 って言うんですけど、うんうん、商品名の由来が初マラソンの平均完走タイムが5時間36分なるほど肩をサポートするシューズでありたいという意味を込めているそうです。やっと意味が分かりました。やっと意味が分かったね。なんだろ う、ね、私の初マラソンが何分だった？確か5時間31分だった、ね、と思うんで私6時間40分だよその時にこんな靴履いてなかった、うん、でもいいと思うこれ初フルにおすすめ。いやなんか初めて言われたんで足入れしてみたいな。それはいくらなんでも撮影に行きまーすさせてもらいました。私もいいなぁいいじゃんシューズ取材撮影陣も全員履いているそうです。あーさすがプロだな。まっすぐかプロは、プロのアングルをプロのアングルを見て学ぶ皆さん。でもまあ30メートルくらいだけど楽しく原田さん挟んだ感じにします。撮影が始まりました。なぜか全員全員がキーブラを履いているという謎の、こういうとこがいいんでしょうね。さあごめんなさい。あんまり足は気にしないでください。多分原田さんが合わせてくれるんで、はい、この辺までで大丈夫です、はい、おーあーすごい。あとはもうなんか爽やかな、あおーさまーすげー、いいっすね、すごっ。じゃあもうこの靴でもう5点ですね。まあ2テイクぐらいでいければいいかなスカップのメンバーさんが取ってきました。本当ですおラスト、チャンス、チャンスタイム来てません。ランナーさん来てません。ありますね。ありますか、はい、奇跡の一枚ありますか、はい、あみんなちゃんと目が開いてた。あいいですね、はい、すごっ、はい、すごいねやっぱ、あすごいなやっぱ、だってすごい湿度、すごい湿度がすごい湿度めっちゃ暑かったですけど教室で使うのすごいよ。本当だよ。こういうのね、はい、ちょっと爽やかあすごいですね。名城公園に見えない。名城公園に見えない全然名城公園に見えない高原のシューズにはフォーカスされてないですけど、これからお分かりになる。あ最後のメインちゃんとこれで練習できそうやん。いい顔してますよ表情ああ、普通に4ぐらいの状況も私よりもやっぱ履いた感じの方が見た目だとちょっとなんかもつっとしてるんで、本当にもうイージージョックしかできないかなって印象なんですけど、はい、履いてみたら結構軽快に。やっぱり本当あれですよね、履いてもらう機会をどれだけ増やせるかみたいなのが結構鍵ですよね。大きいのみんな重そうとか、そうですね、まあ、思われる、まあ、履いたらすごい軽いっていうか、これ一番多い、そのギャップを狙っていく感じです。そうですね、普通に立ちなんですけど、あんまりこう硬くならずにナチュラルな感じ。ナチュラルな感じ。
オッケーです、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 オッケーです。特に構えず、お願いします。すいません、ありがとうございます。気を使っていただいてありがとうございます。大丈夫ですか？いいよ、いいよ、いいよ、おもろい、おもろい。一番ちょっと緊張、硬くなってっちゃう。急がないと、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 オッケー、サンキューです。はい、ポーズは、うん、もうそのこのもうただの立ちでいいです。ポーズ、ポーズ撮ってる。今日一の笑顔もらっていいですか？練習してきたよ。練習してきたんじゃないか。野球選手みたいな。はい、ありがとうございます。はい、始まってそう、日本語お願いします。日本語、はい、チーズ。あ、いつものタクトルだ。はい、いつものタクトルだ。いつものタクトルだ。なんか、ね、上手ですね、うん、練習してきたんです。あ、あの、タンケイさんよりこの…タンケイさんも…そうだ、靴取らない、靴取らない。かわいい。え、ほんと？ちょっとなんかさ、そういう系？普段履き用みたいな。うん、なんでもない。はい、もうそういう系？なんだろう、こういうの好きですか？明らかでね。チャンスがあんまないです。そう、上手と思って、いや、お二人モデルかなと思って。そうですよね、すごい上手に。タンケイさんはね、もう瞬間的に硬くなる。そうですね、多分、ここにいます。ティゴラって安いんじゃなかったの？あ、安い、安い。安いですよね、うんうん、そうですよ、私もなんかパンツとか何個持ってて、ね、これ2、3千円とかで買えるのかな。そうそうそう、この靴で1万円いい、うん、めちゃくちゃ可愛いですよね、うん、これすごい可愛い、うん、3着ぐらい欲しい。確かに払い替え、ね、靴もさ、1万切るからさ、うん、服も、服も安い、うん、晴れてない、晴れてない、晴れ、あー、便利便利。あ、結構深い。スマホ入る。ああ、ちっちゃいスマホならギリ入る。あ、本当だ。こっちもね。猛暑日を超えたけど、まだ暑い。湿度がすごい。買いました。これは足しか持ってない。あ、ちょっと動きながら。はい。そうそうそう、あ、へえ、これが硬い、うん、このね、このこれってことですよね。あ、全然違う、うん、本当だ、おお、まあ、いけなくはない。軽い、はい、高さ何センチ？27です。はい、一回キロに入ってもらって、それをちょっと手元で分解されながら、分解されてる。これが、あの、言ってるサポートレイヤーとクッションレイヤーで、素材がもう全く別物なんですよ。これ柔らかい。これはポリですか？ポリ、EVA っていう素材。あ、発泡させるやつ。はい、へえ。で、これもこういうサポートレイヤーと、かかともがっつりこう倒れ込みしてるために立ち上げてて、これ素材は、これあの EVA なんですけど、あ、そうなんですね、あの配合が全然全く違う。役割分担させることでクッション性と安定性を両立できた。最初この1層のクッションのとこだけでやろうとしてたら、もうグニャグニャして走れないという、うちのランナーたちから。あ、そうなんですね。で、こういうクッションレイヤーをプラスして、ちゃんとこのクッション性がありながらグニャグニャせず、ちゃんと安定して走れるように。で、このラバーも本当に水に浮くぐらいめちゃめちゃ軽いんですよ。でも軽いけど、確かに、あの、すごいグリップ力があって、うん、あの、耐摩耗性が高いんで、耐久性高い、こんだけ薄くても、あの、長時間走ってもすり減りにくい。結構すり減りがね、買い替えなきゃいけなくなりますからね。それがなかった。こん
まずはお二人の話を聞きたいなっていうところで、すごい喋る気満々なんですけど、もちろんその後のたっぷり話していただきます。初めにこうお二人のランニングで来たこの辺をちょっと伺いたいので、まあ、走り始めたきっかけだとか、最初のお名前からお願いします。あ、私菊池と言います。はい、僕はアーティストでコブクロが好きで、で小渕さんが大阪マラソンスタッフから、まあ、ちょっと10年ぐらい前ですかね、に走られてて、その影響で知らないことがどんどん出てくる。転職で名古屋に来て、メジョコインがすぐそこに住んでるんですけど、それがきっかけでプロ級に入って、そこから関東、まあ有志でやってますみたいな、そのなんかお金払ってやってるんじゃなくて、好きな時に集まってやってますみたいなクラブがあったんですけど、みんな早いんで、そういうのはちょっとあれだなと思って、でここ通った時に見つけて電話しました。結構ちゃんと受けてもらいたいみたいな。あ、そうですね、ちゃんと、はい。顔そうなことが結構パンパンで、もうこれ以上はやばいなっていう、12月にブロックに入りまして、それまで走ってなかったんですか。で、そこが走り始めたんですけど、自分一人では走れないなと、なんか何回か走ってみたんですけど、あ、無理って思ってたので、ちょっとその教えていただけるところを探した時に、ここにそのランニングスクールあるっていうのは知ってたので、それで電話しました。芝木を用意してもらいました。中に入ってあると思います。でもちょっとでかいかもしれない。これ 4.5 です。6.5 だけど、多分ここまでしないとちょっと足首が、最初の履いてみて、ちょっと軽くダッシュというか流しみたいなのをパッとやった時に、もうちょっと走るかっていうのを気にするというか、やっぱりちょっと僕の低空気になると、ちょっと速く走ったらダッシュした時に、走ってる。入った、はるちゃん。あとで入ります。大丈夫、そんなに映んないんで。そうでしたね、あんま映んない。コンピューターも効かない。中級者は基本レースペースがジョギングに近いんですよ。だから軽やかに走れる靴でジョギングして、そのまま軽やかに走れる靴でレース乗ればいい。逆にじゃあちょっと上級者というかサブ3とかまで行くと、ジョギングのペースよりもレースペースが速くなるんですよ。はい、もっと言うと、ちょっと1キロ頑張るようなペースにだんだん近づいてくる。こうその段階に行って、やっと初めて速く走れるシューズが必要になるんですよ。でそこで今で行ったら、軽やかに走れるジョギングシューズと、ポイント練習の次の日に使うちょっと足を休めるためのセーフティーシューズと、速く走れる靴っていう3つのシューズが必要になってくるっていう。だからそのどのラインに出るかによって必要になるシューズが変わってくる感じ。セーフティースパートっていうか、レベルが上がれば速くなる、速く走れる靴、軽やかに走れる靴、セーフティーシューズっていうのが必要なので、中級者だったらもう軽やかに走れる靴1足でもいいかもしれないです。で、ビギナーの方は軽やかに走れる靴と、セーフティーシューズ、レースのパーツが2足あったりとか、そんな感じでシューズ選びができると、初心者がやってるマラソンと、中級者がやってるマラソンと、エキスパートがやってるマラソンって、同じマラソンだけど、実は全然違う、速いペースで走るマラソン、ジョギングのペースで走るマラソン、とにかくゆっくり走るマラソンって、全然違うスポーツなんで、やっぱスポーツが違ったら、ギアも変わるっていうふうに考えてやると、全然選ぶポイントが変わるかなと。クッション性というものがマットシューズは、それに対して原田さんという考えです。クッション性というものがこう、はい、ランニングシューズにおいてどういう位置づけというか重要性というか、はい、クッション性って、まあ、大きく言うと2つあると思って、はい、まあ、1つが反発を生むクッションですよね、はい、もう1つが、吸収するクッションがあって、
やっぱ軽やかに走るには反発するクッションが必要で、で、安全に走るためには吸収するクッションが必要なので、クッション性という一つの括りじゃなくて、そういう弾むものなのか柔らかいものなのか、これをちゃんと使い分けるないと、なんかクッションのある靴っていう風に言っても、ちょっと最近は違うのかなという。ちょっと前だったらクッション性イコール柔らかさだったんですけど、最近はそれに反発みたいなところが混ざってきてしまって、実際に走ってみて、足入れてみて、あ、これはさっき菊さんが言ってたニンバスは結構どっちかというと吸収するようなクッションで、アシックスというとノバブラストは反発するようなクッションなので、ね、そういうので、あのちゃんとクッション性みたいなものを一つで考えるようになって、あと分けて見られていいかなと思います。これはどっちサイド？これはちょうど真ん中ぐらいなんです。だから基本的にはノバブラストとニンバスの間ぐらいの靴って、だからなんかちょうどいい、これでいいって感じです、これでいいじゃんみたいな、はい、値段的にもそうです、はい、で、実際にこう最初に履いた印象というか、見た目が結構あのごつかったので、まあ、重いのかなと思ってたんですけど、履いてみるとそんなことはなく、まあ、数十メートル走るだけですけど、あの軽やかに、まあ、気持ちよく走れるなっていうふうな印象を受けましたね。あと値段が安いのもいいですね、はい、1万円切るんですよね、はい、9000円何がしろ9000円だろう。なんかどういう用途に使えそうだとか、私だったらもう別にこれ一足で練習も、はい、別にレースも出てもいいのかなっていう、はい、さっきの話聞くと、はい、はい、そうです。手のさすところでできるんですか？そんな私もね、ランニングスーツ分かってるわけじゃないので、あれなんですけど、手がさすの方が確かにさっきプロが言ったように接地感ですか、確かに手見合いも感じるなっていうのは確かに手がさすの方がありますね。多分物理的なこの厚みの話かもしれないですけど、はい、地面により近いなっていうのがペガサスの方があるんです、まあ、別にそこは、はい、でも軽やかどっちがいいとかじゃなくて、はい、ジョグのペースよりかはまだ多分少し遅いぐらいのペースペースになると思うので、はい、一足で十分、これ一足で、はい、すべて対応できるかなと思います、はい、だからあれですよね、ペガサスでやって本番こっちの方がいいみたいな。そうですね、ちょっと足を守る要素も入ってるので、ね、そうですね。加藤さんはどういう印象でしたか？その最初に抱いた感想は菊池さんと全く一緒で、あの結構その見た目がもつかったので結構重いのかなと思って履いてみたんですけど、履いてみた後にその重さを一切感じることはなく、それこそ何ていうんですかね、その分厚さがそのいつも普段履いてるハイパースピードと比べると多分2倍とか、分かんない2倍あるかどうか分かんないんですけど、分厚さが全然違うにもかかわらず軽さがほとんど変わらないなっていうのは私は感じていいなと思います。それこそ普段の練習ももちろん、本日いただけるっていうことなので、早速、明日の練習からやってたかなと。クッション性っていう点においては、その私が普段履いてるハイパースピードと比べると、こっちの方があるのかなと思うので、はい、それこそそのロング走、20キロとか30キロとかって走るときには、こっちの方がその足の故障とかを考えたときに走りやすいのかなとは思いました。いい靴を探せばいくらでもあるんで、なんか値段と機能とのバランスを考えたときに、あ、なんかこれで十分じゃんと思える機能がちゃんと値段の割にちゃんと詰まってるんで、よくあるじゃないですか、なんか機能、コストみたいなので超えたときにちゃんとバランスにいい集団になってるかなっていうか思いました。あと4ぐらいのジョギングでも軽やかに走れたんで、エントリーモデルというかじゃなくて、ある程度走れる人のジョギングシューズにも十分なるかなと思います。救急車の方の、はい、デイリートレーナーの方にも十分、もう全然いいと思います、はい、あえてそういう人に履いてほしいっていう感じですか。ちょっとこの靴のコンセプトはずれるかもしれないですけど、まあ、それぐらい機能としてちゃんとあるよっていう感じです。体感ぐらいの走力があると、はい、用途としてはどの辺に使う？まあ、基本的にはジョギング中心で、ロング走、はい、例えば自分よく42キロ走なんですけど、42キロ走 の、 ペースってそんな速くないんで、そういうところまでは十分いけるかなと思います。正解はその
人それぞれ違うと思うんですけど、なんかどういう靴が走りやすいって感じるのかみたいなのが、それが分かってないと選びようがなかったりするかもしれません。失敗することってすごくリスクあるんで、だからなんかとりあえず一足あのそんな高くない靴を履いて、それを基準にもっと柔らかい方がいいとか、もっと硬い方がいいとか、もっと反発した方がいい、軽い方がいいみたいなもので選んでいって、だん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 自分に合う靴が分かってきたら高い靴を履いたりとか、一足試してみるにいいかなと思います。あそこに貼っといてほしかったです。なんかやっぱ最初の一足は確かに、あそこの貼り紙しといてほしかったです。確かに、はい、そうですね。そう言ってくれたらそれ買うのと思う。あ、そうですか。本当にやっぱり新しい靴履いたらフレッシュな気持ちでやれるし、軽やかに走れる靴履いたら走りたくなるし、そういう面で靴の機能を使う、靴に頼るっていうのは大事です。やっぱり頭の中でこうやってあの靴を履けば速くなるとか、シューズに頼りすぎるのは良くないけど、やっぱりシューズが引き出してくれるような感覚なのちゃんと待ってるな。シューズに使って引き出すんですね。鮮度が落ちた時は自分結構新しい靴買います。あ、本当ですか。へたってきたのでなくて気持ちの問題で、はい、あだから一足の靴を、こんなずっと履くよりも、例えばこれを3足違う色を買って、ね、ウェアに合わせて今日はこれ、今日はこれってやった方がフレッシュな気持ちでウェアができるので、だからいい靴1足よりもこの靴2足の方がもしかしたらランニングを継続するにはいいのかもしれない。軽い足あっていいな。ありがとうございました。いい全部一緒だと、なんか、そうそうそう、感出ますよね。かわいい。スタイルがいいから見たい。ほんと。意外に結構届いてる。あ、そうなんですか。視聴回数が届いてる。すごいなと思いながら。インスタもやっていただいて。そんなことないですね。やれることは、すいません。嬉しいです。何でも言ってください。ということでね、今日はティゴラの本気のランニングシューズの撮影舞台裏でした。はい、本当ね、暑かった。暑いでしょ。あのね、何回かこのカメラがね、はい、あの高温でね、止まっちゃった。いやでもね、これ本当にね、これでいいよねって感じですね。うんうん、はい、もちろんね、あの性能のいいシューズいっぱいあるんですけど。やっぱり値段とのことも考えると消耗品だし、うん、全然これでいい。一番履くのかもね。確かに、うん、ちゃんと走れます、ね、はい、色もこの黄色と黒と、そうす、ね、はい、彩乃ちゃんが履いてるちょっと、うん、ベージュみたいな、ベージュみたいな、ゴールド、はい、ベージュみたいな、うん、でもこの音ね、見た目がちょっとごついんで、うん、重そうですけど全然そんなことないね。ちょっと流ししてほしいです、これ履いて。あ、ちょっと、ね、弾む感じでしっかり感じると思うんで、はい、9000円台で。誰か寄ってきたと思って、今日のモデルさん今これ最後の締めを撮ってるんですよ。あ、いいんです、全然いいんですよ、はい、全然いいんですよ。この色が一番かっこいいと思います。これは爽やかな感じで、はい、そうですね、色変えましたもんね、さっき黒だったのに、はい、変えてもらいました、ずっとそういうこと言って靴下と色があったんで、はい、結構ウェアも良くないですか、このウェア。あ、いいっす、いいっす、めっちゃ乾くしすぐに、はい、ね、ポッケがいっぱいある。あ、これいいっすね。あ、それないバージョン。これはないんですよ、普通のポッケバージョン。うん、後ろにある、それいいね、あの360度ポケット。これだったら、ね、あのレース、こんなんなくても言ってますよ ね、 ね、そう。これは阿部ちゃんも選んだ、あ、アベモデル違う、アベモデルじゃない違う、はい、はい、ぜひ、はい、履きに行ってください、ね、はい、履いてみて、うん、はい、履けばわかる、うん、履けばわかるか、聞いたことある。お疲れ様でした。暑かった。